思い出のガンプラキットレ優秀。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ブルーディスティニー、1号機。エグザムシステム、スタンバイ。ブルーディスティニー1号機とは、1996年に発売されたセガサターンソフト、機動戦士ガンダムガイデン1、戦慄のブルーでは敵として、ガイデン2、青を受け継ぐ者では時期として登場する、青き死神なのですよ。当時の通称はブルー、および、ジムブルーディスティニー。ちなみに、ガイデン3には登場しないんで念のため。そうだっけ？ジオンのフラナガン機関にいた、クルスト・モーゼスって博士が連邦軍に亡命してから作ったモビルスーツなんどすえ。エグザムシステムとかいう、対ニュータイプ殲滅システムを頭部に搭載しているのが特徴でして、出力も向上し、関節部に試験段階のマグネットコーティングを施した破格の高性能機だったのよ。その通り。最初は陸戦型ジムをベースに開発が始まったのだけどもね、搭載機にかなりの負荷をかけるシステムのため、ジムではシステムの負荷に耐えきれず、仕方ねえんで、システムを搭載した頭部を、陸戦型ガンダムに移植してやっとこさ完成した問題。暴走事故の後は、連邦軍の技術士官、アルフカ村によってリミッターが設置され、モルモット部隊のユーカ島をパイロットとして、目覚ましい戦果を上げたのでしたとさ。本来のエグザムシステムは、ニュータイプにオールドタイプが滅ぼされるという、脅迫観念に駆られたクルスト博士が、敵味方問わず、すべてのニュータイプを殲滅すべく開発したシステムで、テスト中に発生した事故で、マリオンとかいうニュータイプの精神を取り込んで完成したというよもすえなシステムなんどすえ。そのため、エグザム搭載機に乗ったパイロットにはマリオンの声が聞こえるのですよ。わけわかめ。ありていに言えば、リングの貞子みてえなオカルト的な存在だったのでございます。嘘だー。当時としては、ジムは弱っちいという、ガンダムファンの固定観念を払拭した半端ねえモビルスーツだったものよのう。初登場時の、ジム同士の戦闘には衝撃を受けたもんざいもん。三部作のゲームなんて買ってらんねえ。なんて言ってたのが嘘みてえ。ちゃんと三作買いましたん。チャリーン。でもねでもね、ガイデン1の最終ステージでは、親指の爪が割れるくらい頑張ってもランク A を取れなかった当時の俺。仕方ねえんでダチにコツを聞いたのねん。ビームサーベルかましてバックダッシュ。敵の起き上がりをライフルで狙いたまえ。それジムでできんの？オーバーヒートしそうやね。ガイデン2からは、バーチャロン譲りのツインスティックを用いて、ブルーで青き流星となったのでございます。違うがな。とにもかくにも、エグザムシステムが発動した際の、ブーストダッシュかけっぱなしみたいな操作感に多くのゲーマーがハマっちまったわけでして、ブルー最高なんつって脳内で叫びながら、A ランクを取るべく、難易度ハードで時間が許す限りプレイし続けたのがいけなかったりしたのかしらん。アテクシの黒サターンは早々にお亡くなりになっちまったのよ。とほほほほー。仕方ねえんで、生っ白い白サターンに買い替えたのでございやす。正型、三四郎、正型、三四郎。セガサターン、四郎。キットの値段は1500円。ハイグレードユニバーサルセンチュリーの第80弾として、2007年に発売されたキットなのですよ。本体は先に発売された2号機や、後に発売される3号機とほとんど一緒。武器のマシンガンとシールドは、先に発売された陸戦型ガンダムと一緒という半端ないリデコキットなのですよ。なんだそりゃ。でもまあ、ブルーディスティニーが好きなアンちゃんには、10年越しでようやく出たキットだけに思いもひとしお。ABS を多用しているだけにいやあんな具合もあるけども、シンプルな構造なんで、回収自体は楽ちんちん。各部を後はめ加工してやれば、作るのは容易なのでございやす。武器は、100ミリマシンガンに予備マガジンが2個。ビームの刃がクリアピンク成形のビームサーベルが2本。あとはバイポッド付きのシールドが付属。エグザムシステムの発動状態は、付属のシールで再現する仕様なんどすえ。ハンドパーツは、マシンガン用の右の持ち手と、ビームサーベル用の右の持ち手。それに変な形状の左の平手だけなのだよね。ハンドパーツが少ないのが難点なのだよ本当にね。手の甲のパーツも2個しか付いてないのよ。なんだこれ？こりゃあ、他のキットを買ってどうにかしろっていうバンダイ商法にちげえねえ。いやーん、マイッチング。回収ポイントとしては、シールドのバイポッドや、ABS 挟み込みの肘関節、設置性の悪い脚部などなど、なんつうか、自分の持ってるイメージと合わない部分に手を加えるのが吉。いじくり回すと ABS パーツを壊しちまって、もう一個キットを買う羽目になるのです。パーツをバンダイさんに請求すればいいってかい？いやはやー、もうアマゾンで安いの買った方が早いって。いじくり回したくらいで壊れるキットはね、もう二度三度と壊れる運命なのだよ皆の衆。そうだ、その通り。リデコキットにもかかわらず、2号機や陸戦型ガンダムと同じ値段なんで、割高に感じるのはしょうがないやね。そうだよね。2号機の空間戦闘用ランドセルに比べ、地上用のランドセルはあっさりしたデザインの分、余計にそう感じるのでやんすねー。ライバルのエフリート界のキットは、ハイグレードユニバーサルセンチュリーじゃ出てないけども、ゲームでは数々のモビルスーツと戦ってるんで、好みでチョイスすれば良いと思いましたとさ。ちゃんちゃん。ハイゴックとかおすすめよん。